はい、NS フライトの直です。都内に飛行機、船、海、自然、ダイナミックに感じるオートキャンプ場があった。不思議な場所でしたね。激務でですね、1日の休みが取れたのでデイキャンプに行きたかったんで都内を離れようと思ったんですが、なんとですね、都内にですねあったんですね。知らないって損しますよ。今回向かうですね、城南公園キャンプ場ですね、ここです。なんと目の前が羽田空港なんです。今回はですねデイキャンプで2000円でした。駐車料金も込みです。第1棟で第2はですね、車入れないところは300円です。安いっすよね。詳しいことはですね、説明欄にリンク貼っておきますので見てください。ここですね、17番サイトに貼ります。到着しましたよ。目の前が羽田。17番サイトで設営完了いたしました。はい、早速飛行機がですね飛んできましたよ。どうですかこれ、アナカですね、JAL。 ちょっとわかんなくなっちゃいました。こちらはコリアンエア、韓国行きたい。はい、12時半過ぎですね。ご飯炊きます。ご飯が炊き上がるまで探索ですね。いやー、いいところでしたよ本当に。これが今日ですねデイするサイトです。サイトを上がっていくとですね、洗い場があります。焚き火のね灰とかをここに捨てられます。それ以外のゴミはね全て持ち帰りです。トイレね見たんですがね、ちょっと古い感じでしたね。曇りですが快適に過ごせます。不思議な場所です。遅いね、昼ご飯です。ステーキ、焼肉、ビビンバも作って食べちゃいます。この辺でね、倉庫が火事になってですね、空港も閉鎖になったみたいですね。ニュースでやってました。ちょっとうるさいですけどご勘弁。いい匂いにですね誘われてですね、旗も近づいてきました。はい、ご飯は毎回最高の出来ですね。うまそうです。はい、ビビンバの素を入れます。このようにもう出来上がってますね。ただ単にあったかいご飯に混ぜ混ぜするだけです。混ざってきたら今度は付属のコチュジャンを入れてまたまた混ぜ混ぜ、簡単に出来上がり。お味の方はどうですか。美味、絶対うまい。これはいステーキです。もういいじゃないですか。これ笑っちゃうほどねいいですね。みんなが大好きステーキ、なおかつノンアルで乾杯でございます。はい、ビビンバをよそって、はい、ステーキもいい感じに焼けていただきます。豚さんも行きますよ。ノンアルでもね済みますよね。え、三中巻いて美味しくいただきました。満腹。これね船も通りますよ、こうやってなかなかいいじゃないですか。食後はですね城南島海浜公園を散歩します。これ受付ですね。これを通ると海です。ちょっとまた黙ります。癒されますねやっぱりね。海最高ですわ本当にね。なんか不思議な場所でしたね。おっと、また JAL が飛んでいきましたよ。俺もどっか行きてえなって感じになりますわ。はい、心が軽くなります。あっという間にですね時間が過ぎましたね。夜9時までねいられるっていうのはねそうないですね、デイキャンプでね。
まあ本当にですね、いいとこでした。2月の末まではですね、デイキャンプだそうです。あとね、泊まれるんですね、3月以降はね。いやー、ここはね、一泊してみたいなと思います。いやー、ほんといいところでした。これね、 GoPro のナイトモードで撮っております。これ右がですね、スカイツリー、真ん中辺がね、東京タワーですね。いい景色ですよ。大型タンカーも見れました。またね、明日からね、激務の仕事が始まりますが、またこういうとこ来れるようにですね、頑張ってね、仕事していきますよ。本当に。またね、近いうちにですね、またキャンプ行きますので、その時ね、お会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。